こう夜の河川敷をグルメサイトみたいな地下にあったんですね。そのアナウンサーが近寄ってきてここの前髪を触ってその番組で気になって俺栗谷さんの話一個も覚えてないですよやめろよお前あんまり俺バカにすると悪く映るぞ男女混合マッチ1分で泣ける恋バナグランプリ1回戦のテーマは千年の恋を冷めた話。1人目は渡辺エンターテインメント所属ニャンコスターアンゴラ村長。今写真集がバカ売れ中。次に出版を狙うのは失恋エピソードを綴った恋愛エッセイか。の前に気になってる人とご飯に行ったんですよ。でこうお店に着いてもう開口一番でなんか俺結構仲間内だと回すタイプなんだよねみたいなことをこう言ってきてあちょっとまずいかなって思ったんですけどいやまだわからないぞと思ってでこうメニューをこう選んでたんですけどそしたらもうあの何食べるみたいな結構 MC してきて梅水晶が好きですって言ったらあのすごいメニューをこう一生懸命探してくれたんですけどなかったんですよ。なかった時にあちゃーっていうアメリカンコメディみたいなすごいバカでかいリアクションしてきて思い返してみたら確かにこうお店来る時にこうエレベーター乗ったんですけどその時ももう私がこう1番に乗って他にお客さんいたんでこう開けるボタンをこう押してたんですよ。でその人が私の後ろにこうついたのにこうなんか私がもう開ける押してるからいいのにさらに後ろからこう手伸ばしてドアをこうなんか過剰なやつはい、90度の壁ドンみたいので、はいはいはい、なんか歌舞伎みたいのされてされて押しやられてなんか俺ってこう一般人の中で一番浜ちゃんに近いんだよねって言ったので帰りました。いやーきついな。なかなかな一発目から。2人目はグレープカンパニー所属カカロニ栗谷。芸人界トップクラスの最強ひもて男が繰り出す極上の失恋話とは。あの僕34、今年5で、まだ彼女ができたことなくて、で今年こそもう作ろうとそのマッチングアプリに登録したんですよ。最初栗谷でやってたんですけどもうカカロニ栗谷っていうことを前面に押し出したらマッチするようになってで1人目お会いしたんですよ。マッチしてしたらもうなんかずっと面白いことやってよみたいなこと言ってなんか動画を撮るタイプの人でうわ最悪だと思ってで2人目お会いしてでその渋谷のハチ公前で待ち合わせしたんです。そしたらそのマッチした女の子1人と男2人の3人組が待っててで僕が近づいたらうわ来た来た来たうわあなるほどうわ栗谷本当に来たみたいな。うわマジでどうか回せどうか回せもう俺その場で悔しくて号泣しちゃってで走って逃げ去ってみたいな。俺はちょっと恋までたどり着けねえんだと思って悲しかったですね。3人目は吉本興業所属ムームー体力山崎おしるこ。絵本作家バンドのボーカルそしてダンゴムシをこよなく愛する謎多き不女子芸人が賞レースに初公認私中学1年生の頃にものすごい大好きな男の子がいて、まあ、その男の子とまあお付き合いもしてたんですけどその男の子の、下の名前コウスケっていう名前の、キーホルダーを自分でちょっと作りましてコウスケって書いた、ストラップをその学校のカバンにつけて、はいはいはい、初日その日ちょっとこうワクワクして嬉しくなってその投稿してカバンを下ろした瞬間にクラスのすごいイケてる一軍のやんちゃな女の子に見つかってえ山崎ちゃんこれ何コウスケって彼氏みたいな感じでもう目つけられてまあそのもちろんお付き合いしてたその男の子はあのまあ大きく振りかぶってっていう漫画の泉くんっていうこうまあもちろん脳内でお付き合いさせてもらってたんですけどまあちょっと次元が違うっていうのもそのイケてるギャルに説明できなくて、はい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 、私はなんかその場であこれなんか漫画のキャラクターのうんなんかそれで惜しいみたいな感じでキモいよね外すねって言って帰ってそのままその場で外して家帰って泣きました。いやごめんなさい泉くんごめんね本当に。推しキャラを好きになる女子って少なくないじゃないですか、はい、男性の方でも写真みたいに置いて一緒にご飯食べたりとか、いや本当、はい、
中とかまで行くんですかやっぱり。彼は野球部だったんで、はい、全然私も一人で休みの日に紫スポーツのなんか野球の部品のコーナー見て、あ、なんかどれ使ってるのかなとか想像してましたね。またそういう感じ、野球の製品の少ないスポーツショップ横乗り系だろ、ゼビオとか中1なんです、はい、4人目は吉本興業所属明けガラスキングボーイ、川崎生まれヒップホップ育ち、今吉本随一のモテ男がレペゼンする失恋体験とは。これ22ぐらいの時の話なんですけど、僕スポーツジムでアルバイトをしてて、でその会員さんの中にすっごい綺麗でかっこよくて、まあ、ザ・アジアンビューティーみたいな女性がいて、でその人は年上 でトレーニングを教えたり世間話重ねていくうちに仲良くなって、で喋っててバイトがあと15分ぐらいで上がりますわ、うんうん、お腹すいたわって言ったら、金ちゃんご飯行くって、おいいな、誘っていただいて、いいあ行きたいっすっつって、お酒飲んでご飯食べて、もう結構飲ん で気づいたらタクシーに乗ってて、2人で手つないでて、で向こうの家に、あ、もう完璧じゃん、はい、上がってて、あ、こんなことあるんだみたいな感じになって、もうその部屋もすごいかっこよくて、で近所お風呂入ってきなっつって、でお風呂入ってたら、かその脱衣所で服を脱ごうとした時にガラガラって入ってきて、あんだ金ちゃん脱いでなかったみたいな言われて、俺子供扱いされてんなと思って、俺も男だぞっていうかましたくて、肩にかけてたバスタオルを向こうの首に引っ掛けてキスしてあげたんですよ。で、すごい。でそのまんま一夜体重ね合って、後日スポーツジムでお会いして、金ちゃんって手振ってくれって、そしたらその人の横にいる男の人に指さして彼氏って言って、惚れたキングボーイの負け。なんだその話、すごすぎた、今までと違いすぎるイケてるエピソードすぎるよお前かわいそうじゃないか、足並み揃えろってもうちょっと。クリちゃんどう、キングボーイの話聞いて。ああ、なんか体重ねたって言った瞬間話が入ってこなかった、うん、そうだよね、うん、失敗しててほしいもんね、うん、そうですね。絶対に負けられない戦いが毎日ある、平日最後のショーレース毎日ショーレース、プロデュースバイ au。 さあ、この毎日ショーレース優勝の鍵を握るのは週替わり審査員、まだまだ恋愛エピソードが聞き足りないということで、今回斉藤さんよろしくお願いします。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 それでは発表お願いします。じゃん、ん、お最高得点はクリちゃん、うん、はい、ちょっと本当に切なかったです ねやっぱマッチングアプリにまで頑張ってるわけじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱマッチングした相手が動画撮ったりとかいうのはちょっと切なかったです。栗谷みたいな好きな人が好きっていう方もいるわけじゃん、寄、はい、ってくるわけじゃん、まあ、シングルマザーの方とかが多いんですよ。なんでだろうね、なんでか分かんないけど、ね、最初の相手としてはちょっと身が重いなっていうのが、ちょっとうんちゃんも8点高いです。あ、そうですね、やっぱこれ歌舞伎が結構好きでした、はい、だから男がかっこいいと思ってる仕草と女子が思う仕草ってまたこれ ね乖離してて、ちょっとやりすぎちゃうと引いちゃうっていうところがありますね。栗谷はそれを出しにしてね、ご飯食べてるようなところありますけども。そうなんだ。出しっていうのやめてください。それしかないんです。2回戦のテーマはドラマチックな失恋話。の前に付き合ってた人と別れることになったんですけど、うん、でもなんかもう一回だけご飯に行きたいって言われて、うん、じゃあ行くことになったんですね、うん、で行ったらやっぱりこう復縁したいっていう話だったんですよ。でもなんかその復縁したいならまだ好きだから付き合いたいっていう風に言ってくれればいいのに、うん、この船を先に進めたいっていうなんか船で例えてきたんですね、うんうんうん、ちょっとこれはもう最後かもしれないから私もこう仕方ないから船に乗ろうと思って乗組員の行き先が違う場合一人は降りなければならないって言ったんですよ。そしたら何言ってるか分かんないって言われちゃってで、いや実はこの船もう沈没してるんだよねって言ったらそういうことかって伝わって別れましたこんなこと言ったらあれですけども、どっちかというと彼氏さんの比喩の方が分かりやすい乗組員の行き先が違う場合一人が降りなければならないでもそのケースあんま聞いたことないさあ続いて栗谷の挑戦です、うん、
まあ、先ほどみたいなことが、まあ、あったんですが、まあ、このままちょっと引き下がったら、まあ、この童貞のままだからって引き続き続けて、うん、でまたマッチしたんですよ、はい、3人目の方で普通にお食事して、うん、めちゃくちゃいい方で、はい、この人とまた会いたいなと思って、うんうんうん、で次誘う方法って僕正直そんな分かんないんですよ、うんはい、だからその次の週に北海道に行く予定があって仕事で、うん、でそこでお土産を買って渡したいからちょっとお会いしませんかっていう口実を使ってお会いする約束して、うん、で北海道行って、はいでお土産を買って、うん、で東京駅に戻ってきたら土砂降りの雨がで僕その駅から家までそのチャリで行ってて、うわこれちょっとずぶ濡れになっちゃう、そのお土産だけをその、はいはい、お腹の中に入れてそのこの前かがみでこのチャリを漕いでこれ濡れないようにガーって漕いでたらすいませんちょっと待ってくださいって警察の方に止められて防犯登録チェックしたいんですよ、ちょっと今はやめてくれと今やめてくださいよって言ってたんですけど、僕がこのお腹の中になんか物を入れてそわそわしてるからちょっと何持ってんですかって言われて、そのお腹のもの何ですかって言われて出してそこでずぶ濡れになっちゃって、うわこれ渡せねえわと思ってたんですけど、これをそのまま言っちゃうと言い訳がましいじゃないですか、うん、だからお土産買うのを忘れちゃったけど、うん、また会ってくれますか、うん、みたいなことを送ったら、うん、そこから連絡が返ってきませんでした。切ないな。どう考えてもお土産あったとしても会えなかったのに。そうなの。いやいやそうでしょう。なんだお土産ないんだじゃあ無視しようってならないでしょ。あそうなんだ。さあ続いて山崎おしるこの挑戦です。もうお笑いの養成所に入るもう直前1年そのちょうど1年前ぐらいの大学生の頃にちょっと彼氏が欲しくてマチコンに参加しまして、マチコンに行ってそこでちょっといい感じの方と出会ってまあデートを重ねてじゃあお付き合いしましょうという感じで付き合ったんですね。でその方とお付き合いしてすぐもう年末ぐらいもうクリスマスとかが来て、で彼が誕生日が来る時に私がですねちょっとやっぱお笑いの養成所に行くか迷ってた時期ですごいちょっとかかっちゃってて、彼に面白いと思われたすぎてなんか彼の誕生日に私がこんな誕生日は嫌だどんなとか言ってあの大喜利してる動画を自分で撮ってあの LINE で送ったりして、もう正月がすぐ来て初詣に神社に行きましょうってデート行きまして、その神社でもちょっと私がお賽銭箱にクレジットカード投げたり、ね、神社 の, その真ん中の道って神様が通る道だから端っこ歩くらしいですよ、そうなんだとか振っといて真ん中をダッシュしていくと か, なんかそんなの私は一生懸命楽しませようとしてたんですけど、もう、ね、数日後にやっぱりごめんなさい別れてくださいって分かりましたって送って振られちゃいました。ありがとうございました。いやでも分かる、その時期お笑い始めようかっていう時が一番かかってるもんね。それを待ち込んで出会った人に全部ぶつけてしまう。さあ続いてキングボーイの挑戦です、はい、これもあのスポーツジムでバイトしてた時の話なんですけど、さっき話したよりも二十歳ぐらいの時、まだ二十歳ぐらいの時に のある会員さんがいて、その人を一目見た時に、こんな可愛い人いるのかマジいいな、うわってこれ初めての一目惚れして仲良くなりたい、うんうん、でなんとか連絡先交換して、うんうん、でそのまあジム終わりとかに夜公園で2人で喋ったりとか、うん、で好意を持ってることは、うん、あの伝えてあって向こうも年上で、うん、でまあなんか他の人に好意を持たれてる、うん、実はって言われて、うん、あそうなんだ、まあ、告白はしてないんで、うん、でもやっぱ一緒にいたいなと思って、うん、あの一応デートに下北沢を初めて行って、うん、でその日の帰りに告白をして、うん、で振られて、はい、で帰りの方向が一緒だったんで、うん、あの向こうは乗り換えで僕はそこの駅で降りるんですけど、あの実は駅のロッカーにバラの花束を用意してて、うん、でこれこのまま渡せなかったらずっと残るなと思って、その自分は改札降りてちょっと待っててっつって改札越しにバラの花束を渡して、これ捨ててもいいから受け取ってくれるって言って、あの帰り泣きながら帰ったっていう、おかげで強くなれました、サンキューブラーブラー。最後ちょっと意外とそういうところもあるんだ。あそう、はい、
それでは得点の発表お願いします。じゃん、うん、お割れたね。あれキングボーイが高い。よっしゃ、はい、なんで、うん、ちょっとバラの花束っていうところにグッときましたね。あら現実的にやっぱバラの花束って渡す人いないですよね、うん、あんま、うん、そして一番低いのはクリちゃん。なんかただお土産濡らしちゃっただけあ、そうですか、そんなことない雨で濡れてますけど涙でも濡れてますからね。出たちょっと俺のいいとこ取んないでください今グッてきたんで今もう全部キングの手柄最終戦のテーマは私が出会った忘れられない人。前にまた気になってる人とご飯に行けることになったんですけど、でその時に最近あったこととかを話してて、あ最近痴漢にちょっとあったのでそれを言ったんですね。こう夜の河川敷をこう私が夜っていうことをちょっとまあ忘れてこう調子乗って歩いちゃってたら前からこう男の人が来てなんか僕の下半身をレビューしてくださいっていうなんかグルメサイトみたいな痴漢にあったんですよ。でそれでそういうことがあったんですよってことをその気になってる人に言ったらそういう時はこうだなって寄ってきて目の潰し方を教えてくれたんですよ。こうやると折れちゃうんで親指をこう根元に固定して目に、はい、中心とか、はい、でその口先で、うん、大丈夫だった怖かったっていうよりも、うん、目を潰すっていうその手段を教えてくれる方がすごい愛があるなと思って、はい、で一気に好きになりました。僕が途中でも話止まっちゃってるのは、うん、河川敷を夜というのも忘れて歩いてきたすごいな何ちゅう書き出しなんだよ小説の入りだとしたらえでも京都の鴨川だったらそう言ってしまいませんか。あ鴨川に出現れた変質者ださあ続いて栗谷の挑戦です。これは6年前ぐらいの話なんですけど、はい、そのラジオのネタの公開収録を毎月やっている番組がありまして、でそこに出た時にそのアナウンサーの方が毎回袖でいて、はいうん、で、芸人を発表していくみたいな、はい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 、で僕が袖にいたら、うん、そのアナウンサーが近寄ってきて、うん、ここの前髪を触って女性のアナウンサー硬いって言ったんです。俺その瞬間に好きになっちゃった。そうだよね、はい、うわ俺めちゃくちゃ可愛いなんて人だと思ったんですけど、ずっと気持ちを伝えられずにいて、でこのままじゃちょっとねそのアナウンサー変わっちゃうかもしれないと思って焦って、でその週にバラの花束、まさか三輪出た。三輪のバラ、俺三輪は告白っていう花言葉があるんですよ。それを渡してで渡した瞬間もう心臓がはち切れそうになって怖くなっちゃって俺その場から逃げちゃったんですよ。でそれを一部始終見てたディレクターがちょっと来いって言って呼び出して、お前何してんだ確かにそうだよネタの公開収録でお前出禁なって言われて、その番組出禁になって、でそのアナウンサーもなぜかその急にアナウンサー辞めて海外に移住しちゃって、結局会えなくなってしまったっていう話です、はい、有楽町の話かと思ったら思いっきり TBS の話じゃないですか、ね、伊藤さんじゃん、ね、そうです。しかもなんか転がし方がうまいというか、その平場も一緒に出るんですけど、その栗谷さんでもキモいって言われてますけど可愛いですよねとか平気で言ったり、もう 100% じゃんねそんなん言われたら。 100% です。そんなのイタリアまで追いかけた方がいいんですかね国知ってんの。さすがにキモいです。さすがにキモいです。プラス3本のバラで持参で。さあ続いて山崎おしるこの挑戦です。学生時代の時からですね、まあ、趣味で、結構同人誌を書いてイベントで販売したり、なんかそういう活動を、こっそりしてたんですけど、で当時大学生ぐらいの時にお付き合いした方がいるんですけど、18禁の同人誌を書いたりしてるのとかは結構隠していたんですけど、ちょっとある日私がなんか携帯でなんか画像を、見せてさっさってこう横にスライドしたら、ちょっと私が趣味でその彼を、ね、二次元のイラストみたいにちょっと彼をモデルにした二次創作のちょっとエッチな、はい、イラストを描いたのがバッて見せちゃって、え、何、え、俺みたいな、
ちょっと気づかれちゃって、もうそっから詰められて、見せてよ見せてよみたいな。でも折れてごめんなさい、そういうちょっとあなたをそういう、はい、あなたの二次創作のイラストをこっそり趣味で描いてましたみたいな感じで言ったら、え、嬉しいみたいな、なんか喜んでくれて、もうその優しさですごい嬉しくなって、そっから彼もなんか、え、全然自分の体とか下半身とかその参考にしていいよみたいな感じでこう見せてもらってありがとうって言って、私もそうやって下半身を、はい、スケッチしたりして、その、はい、彼の優しさにすごいもう忘れられません。いやーめっちゃいい人。二次元内の彼氏と絡むのは誰なの？もう職種とかそういうちょっと、あ、ごめんなさい、そっちね、ごめんなさい、私が本当に職種が入っちゃうんだ、はい、人間じゃない、そうです、人間ってよりかはそういった生き物。これちなみにそういう二次元創作で BL なんかも好きな女子って多いじゃないですか、はい、お笑いコンビでこの人たちの BL 最高って考えるのどういう人になるんですか？じゃあアルピーさんもチラッと、さん昔ちらっと見たこと、え、俺らの BL あります、やっぱ俺と酒井の。じゃあ何、その分かんないけど設定としては漫才前の舞台袖でこうやって暗がりで見てる時に、はい、なんかちょっと合わせながら耳に吐息ふっとかかかっちゃって、酒井がピクッと、おい、ピクってなんだよお前本番前だぞみたいな。 BL めちゃくちゃ好きじゃん。本当にそうです、から始まっちゃう、袖とかでイチャイチャしてみたいな。マジでそんなの段階いいと思います、私が考えるんだったら。ーはぁ、知らねえな、もういいよって言ってるじゃんかよどんだけ好きなの、オチゼリフ、知らん、知らねえけど。さあ続いて、うん、キングボーイの挑戦です。16、高1の時から、3年半ぐらい付き合ってた子がいて、でその子がもう高校卒業して専門学生になって、僕は高校中退して防水屋さんでそのペンキ塗ってたりしてて、でお互い環境が変わってって、おはようとか行ってきますとか帰ってきたとかっていう業務連絡しかもうなんかしなくなった時期に、久々のデート行って、でその時に向こうがなんかキングより他の人がよく見えたからっていう一言を言って、それがずっと残ってて、で歩きながらそのごめんやっぱ別れてほしいって伝えて、なんか嫌いになったわけじゃないんで、向こうが泣き出して僕も泣き出して、本当にごめんな。で桜木町駅着いても拉致が開かなくて、もうじゃあ一回あの移動して話そうってなって、エスカレーター乗せて、僕エスカレーター乗らないで嫌いにさせるしかないと思ったんで、もう連絡してくんな、じゃあなっつって反対側の電車に乗って、でそこから連絡なくて、で次の年の僕の誕生日の日に、誕生日おめでとう、ごめんこれだけ言いたかったって言って、すっごい嬉しくて泣いちゃったんですけど、返事はしなくて、もうそこで終わらせて、だからこの際ここで言わせてください、ありがとうな。いや、なんなんお前何をちょっとチラッと言われたからってなんか繊細に傷ついてお別れして、がっかりだよ、あっと、あ、栗谷そうだよね、なんか騙されてたよね、騙されてた。俺栗谷さんの話一個も覚えてないっすよやめろ、そういう、そういう場じゃないから一個も覚えてないって。結果発表、斉藤さん得点の発表お願いします。はい、3回戦の得点はこちらです。うん、おっと、あ、ゼロです。ゼロ、ゼロ、なんかすごいドラマチックで、やっぱ話し方がすごい上手なので、うんうん、あ、すごい素敵な終わり方だなって思って、なんか目鼻立ちはっきりしてるから騙されやすいけど、ね、うん、女性を振ってエツに浸ってる話だもんね。ギラコさん、ギラコさん。さあということで総合得点はこちら、はい、あれ、うん、栗谷さんとおしるこさんが20点ということで、今週のチャンピオン2名ということになります。栗谷さんとおしるこさん、おめでとうございます。やっぱり栗谷さんはその本当に 何年間彼女いらっしゃらないでしたっけ？35年。やば、あら、年齢です。ゆりかごから、ちょっと評価のポイントになったかもしれない。ゆりかごとかボソって言うなよ、かわいそうお前あんまり俺バカにすると悪く映るぞそれだけ、それだけ、それだけだな、気ぃつけろ、気ぃつけろ、俺ってめちゃくちゃ弱者だから気ぃつけろ、味方たくさんいるからな、クリちゃんの後ろに俺の後ろにいっぱい童貞がいる、いっぱいいる、日本中の、日本中の童貞が
さあ今回も斉藤さんには1分間の切ない小話に挑戦していただきます。それではお願いします。私すごく楽しみにしてたアーティストさんのライブがあったんですね。でも久々にアーティストさんのライブに行くしすごい楽しみにしてたんですけど、なんか当日、スタンディングの自由っていうか自由な席で、どこに立ってもいいみたいな感じだったんですけど、なんかすごい角度的に見えるなっていうところに立ったんですね。でここならもう絶対そのアーティストさんがしっかり見れると思ってすっごい楽しみにしてたんですけど、開演の1分前ぐらいに目の前にも大きい大男の185センチぐらいの人が立っちゃって、ずっと終演まで姿が見えませんでしたという。でもその人が悪いわけじゃなくて、自分が身長が152ぐらいしかないので、それをすごく恨みました。いやでも俺も どっちかって大きい方だから、映画館とかそういうとことか気遣って後ろにするもん。やんないの？でっかいじゃん。やりますやりますし、かっこいいな。かっこいいな。かっこいいよやっぱキング見て。メキシコの銀行強盗の運転手みたいな。悪いやつの例え多すぎます。毎日ショーレース、ネクストウィーク。絶対に負けられない戦いが毎日ある。平日最後のショーレース、毎日ショーレース。プロデュースのバイ AU。